裁判の人たちとか。でも、あ、いいライブだったなって思うことって1年に1回ぐらいしかないんですよ。で、それなんでかなってそれをちょっと考えてみたんですけど、あの、なんで飽きちゃうのかなと思って、大体ね、みんなその曲調が一緒で、ピアノとかもっとこう全部一緒、あのセットリストを考えてほしいっていうか。で、まあ皆さん今日歌う人多いんで、なんか自分で結構弾き語りとかやってるっていう人いらっしゃいます。あ、またはバンドとかで、またはバンドとかで。で、ちょっとね、セットリストの、あの、全然今日はあれに関係ないんですけど、セットリストの考え方を、ちょっとアイディアを。3か6で回して、知識として歌の人はあの音楽聴くときにバックの構造がどうなってるか、ドラムとかベース聴いて、あ、これはシャッフルだなとか、あ、これはボサノバだな、サンバだなっていう風に認識できるように、あの、いろんなジャンル別に聴くといいですね。で、ボサノバわかんない、サンバわかんないという人は、あの、声援みたいで、宿題にしていたので聞いてきてくださっていると思うんですけども、どういう印象ですか。はい、印象なので、はい、メイケセクシー、ほう、オッケー。では、はずみちゃん、メッサ甘いなと思う。メッサ甘い、はいはい。じゃあ、かおりちゃんは2人いるから、さっこんちゃんの方のかおりちゃん、かっこいいな、かっこいい。はい、じゃあ魔女さん、おしゃれ。はい、じゃあなんでそう思ったの？あの、感情でまず歌うのをやめるんです。で、感情は勝手についてきます。だから構造を捉えるっていうことを最初にやるべきだと私は思うんですよね。で、最初に構造を捉えて、例えば今その私は、ギター最初聞こえなかったです今。だけどこの人たち何やってるんだろう、よく聞いてみると、歌のダダ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 、スケットするときにですね、皆さん、頭で1、2、3、4、ダラッタラッタラッって入ったらね、かっこ悪いんですよ。1、2、3、ダラッパーダラッタって4拍目とか、4拍目の裏とか、あの、頭表でドンって入るとすごい、あの、なんていうんですか、あー、どっこいしょー、どっこいしょーになっちゃうから、そこをなんかわざ自分でそれでね、あの、感じはできないんですよ。で、間開けて、ちょっと動かして欲しいものが1個でもあったなと思ってくださったら嬉しいなと思います。